こんにちは、 CSBA の中島志郎です。本日は春の新雪の滑り方をご紹介したいと思います。現在ですね、2022年の4月です。4月ですけども、昨日70センチ降りまして、結構いい新雪がありますのでご紹介していきたいと思います。まずパウダーとそれから普通のところの違いですね。普通のところは抵抗がありますけれども、パウダーに関しては抵抗がすぐに来ません。中の方に足が入っていきます。ですから滑り方が多少異なります。まず一つ目はポジションです。ポジション、特に春雪になりますと、雪が新雪でも時々、湿気を帯びていたりとか、それから雪が風で詰まっていたりとか、安定してないことがあります。そのために前に引っかかってですね、前につんのめって、転倒してしまうことがあります。ですのでポジションとしては、いつでも引っかかった時に足が前に出せるポジション、平らなところで股関節を入れたり出したりしながら板がこう動くポジションですね。このポジションを意識してください。多少ちょっと足裏で引っかかり出したら、かかと気味に板を前に出して、板が引っかかってもすぐに自分の体が前に突っ込まないようなポジションを探していただければと思います。それから2つ目です。2つ目はスタンスですね。普通のスキーと比べて面を使って滑ることになります。ですので狭すぎず広すぎず、少しだけ、間を空けて肩幅ぐらいのポジションで、常に両方の面が雪面を捉えるように意識してください。これが2つ目になります。それから3つ目ですね、新雪の中をなるべく抵抗を増やしていくように滑っていきますので、足がバラバラに動かないように両方一緒に動くことが大切です。新雪をこう歩いた時にも分かりますけども、急いでこう歩くとなかなか歩けないですね。ゆっくり歩く時は足場を固めてこう歩きますね。これと同じように滑る時も両方の足場を慌てて左右バラバラにしないように、ゆっくりと両方の雪面を両足で捉えていくような意識を持ってください。はい、それではちょっと滑ってみたいと思います。いつでも板が前に出せるポジション、それからスタンスがちょうど広すぎず狭すぎず、それからゆっくりと両足で滑っていく、雪面を両足で面で捉えていくような意識です。それでは行ってみたいと思います。それではですね、先ほどの3つのポイントを確認しながら、練習していく方法をそれ1つご紹介したいと思います。こういった少しなだらかな新雪のところを見つけていただいて、両方の板を同時に、しかも、前後を意識して前に突っ込まない場所を、探しながら、沈んで上がって沈んで上がってで板が自動的に外に出てくるのを感じて滑っていただければと思います。最初はこのまま直角行で行ってみたいと思います。両足を同時に、上がこうあんまり動かないようにして、下で、そうすると板がこうドルフィンのようにだんだん浮いて出て浮いて出て出てくるんですね。そうしたらこれからだんだんターンに変えていただくと、
はい、今の斜度がすごくちょうどいい練習になるところですね。まっすぐ行って沈んで浮いてくるポイント、そこを探しながら行くとだんだんドルフィンのようにこう水の中を泳いでいくドルフィンのように板が出てきます。で、出てきた瞬間に足を少しひねってターンを始めていただければと思います。いかがでしたでしょうか。本日は春の新雪を滑る滑り方をご紹介しました。最初の3点、ポジション、板がいつでも動かせる場所、それが上じゃなくてこの股関節を意識して板を動かしてみてください。それからスタンスが狭すぎず広すぎず、だいたい肩幅ぐらい、はい。それから2本の板を同時に面を意識して滑っていただけるといいと思います。はい、本日は新雪の滑り方をご紹介しました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。さようなら。